よっしゃ開けてくぜ。今日は土曜日なんですけど、明日日曜日、本当は今日ホイールが家に届くはずだったんですけど、届かなくて、今9時半ぐらいなんですけど、夜の営業所まで取りに行ってきました。月曜日にホイールとタイヤの組み替えをちょっと頼んでいて、で日曜日、明日は仕事なんで、ちょっと家にいないので受け取れないんですよ。なんでちょっと今日のうちに取りに行っちゃおうということで、これが説明書かな。英語、あ、日本語もある。青色鋳造、赤色鍛造。保証期間3年だって、すごいね。さてさて、わお、デイツ、いきますよ。うわ、かっけー、かっけーな、おい。傷ないかね、傷。すごいな、これ。めちゃくちゃかっこいいやん。やばいね、これ。やばいよ。軽っ。デラ軽い。この傷みたいのは何だろう、ここの。そういうもんなんだ。すごいね。検査20年4月2日。赤色鍛造。でね、裏にも書いてありますけど、僕が今回買ったサイズは18インチ 10J オフセットプラス35です。ここにも見えるかな。っていう感じです。なんかここにあるね。これもちょっとめちゃめちゃ軽い。これめちゃくちゃ軽い。これハイスピードエアコントロール、おエアバルブキャップ、すごい、ちゃんとレイズって入って黒いやつ、かっこいいじゃん。めちゃくちゃ最高なんですけど、やばいね。
よし、すごい。ちょっと近くで見てみましょうか。いやかっこいい、すんげえね。はい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 、いやめちゃかっこいい、すごい、わお。っていうのもよいしょ、ほんだらね、やっぱね、ホイールを買った、やっぱこいつをやりたいわけですよ、コーティングを。これあの RZF2 アドバンのあの単造ホイール買った時もこれやったんですけど、あれはツヤありだったから、あのすごいいいと思うんですけど、これツヤなしでも大丈夫なのかな、関係ねえか別に。このさ、なん、このツヤ消しの色最、いいよね、めっちゃ好きなんだよねこれ、最高だよ。でね、ちょっとね、ホイールクリーナーで洗浄しますって書いてあるんだけど、ホイールクリーナーって何っていう話なんで、普通にちょっとね、あのタオルで一回拭いて、そしてからやろうかなと思って。でもこれ足りるかな、どうしよう、足りなかったらまずいね。とりあえず拭きます。新品だからあの綺麗だと思うんだけど、なんかちょっとパーツクリーナーとかでやったら方がいいのかな、わかんないけど、とりあえずちょっと拭いていこう。んで皆さん、あの 10J って VAB に入るのみたいな思う人いると思うんですけど、多分ね俺入ると思うんですよね。俺アームも変えてるんで、入んなきゃ寝かせばいいだけなんで、キャンバーんでね、あの爪折りもちょっとしようと思ってるんで、多分間違いなく入るんですよね。んでね、そう、タイヤはね、あのこれサーキット用で使いたくて、とりあえず街乗りでちょっと安いタイヤ買ったんで、それを履いて、で今シーズンのサーキットは11月にシーズンインしようと思ってるんで、11月にあの横浜の A052 を入れようと思ってて、で A052 って普通の、あ、265履くんですけど、普通の銘柄の265よりちょっと太いんで、どうしてもフロントの、フロントっていうか、まあフロントに限らず、ちょっと内側のストラットのクリアランスがすごい狭いんで、なので 10J を買って、で、さらにオフセット35なんで外に出してあげたっていう感じ。で、将来的に285もちょっと入れるかなっていうことで、今回は 10J を買いました。っていうちょっとね、いきさつがあります。はい。っていう感じですね。はい。じゃあね、ちょっとね、早速やっていきますか。でね、ホイール全体に均一に塗る。で、液剤が乾かないうちに付属のクロスで薄く塗り伸ばし、よく拭き取ってください、って書いてありますね、これ。で、1時間は乾かしてくださいっていうことです。ちょっとやっていこうか、ちょっとね、家の中だけどね、やっていこうか。これで乾かないうちに、なんか伸ばしていくとか言って、薄く伸ばすって書いてあったから、もうこんぐらいでいいかな。
かもなんかこれあれだね、濡れると色がなんか深い色に濃くなっていい味出してんね、いい味出してんね。変に無駄にならないようにささっとね。で ZE40 このスポークの形が、あのなんていうの、あの俺が今履いてる RZF2 ってすごい肉抜きもしてあって、スポークがすごい、あの形がね、すごいなんつうかさ、あの洗いにくかったりさ、ホイールがするんだけど、これシンプルですごくいいね。こっち側がちょっとこうなってるだけで、こっちはもうまっすぐだし、すごくいい、これすごくいい。よし、こんなもんかな。こんな感じでまあできたんで、これぐらい薄く塗るんだったら全然4本持ちそうだね。これでいけそうだわ。ちょっとこれで4本やっていきますわ。じゃじゃーん。ということで今ね、コーティングは全部一応終わりました。でこれで乾かすだけなんで、ちょっと乾かしてタイヤの組み込みが明後日なんで、それまで乾かしておきます。はい。でタイヤを一応ね、今回 ATRK を買いました。で ATRK って結構ソフトコンパウンドで軽い車向けなんですけど、あのね、265/35/18で1万円なんですよ。で、あの、11月のシーズンインまでに持ってくれればいいので、とりあえずね、ハイグリップで安いのっつったらこれしかないんで、今回買いました。あとね、ちょっと、あの、付属品の方をちょっと紹介しますね。これ、競泳のジェラルミンのハブリングです。で、色が、あのこの ZE40 ブロンズなんで、ちょっと今まではピンク使ってたんですけど、ちょっとね似た色にしようかなということでこちらです。でね、ナットはね、ナット屋のやつ初めて買いましたよ、ナット屋の。でね、レーシングのロングで貫通タイプになってます。あんまりね、ちょっとね貫通どうなんだろうっていう感じで抵抗があったんですけど、まあちょっと使ってみようかなという感じで、はい。で、おなじみのマックガード、まあ気休めですけど、あった方がね、いいなということで。で、こちら、あのね、小径ナットになってて、普通のはちょっと太いんですけど、こちら細いやつ、が売ってるんですね。で、ZE40 別に細くなくても良かった気がするんですけど、アドバンの時は細い方が良かったかなーって思ったんで、一応今回はこっちをね、ちょっと買ってみましたっていう感じです。はい。トレッドウェアがね、140。かなり低い。で、テンパチャーが A で、トラクションも A だったかな？ AA ではないんですよね。はい。っていう感じで、こんな感じなんで、とりあえずこいつを組み込んで、11月まで持たせて、そこで A052 をね、新品をちょっと入れて、サーキットでね、今シーズンは、タイム出してやろうと思うんで、頑張っていきたいですね。で、10J を買っておけば、ゆくゆくタービンブローとかした時に、もうタービン変えるんで多分400馬力ぐらいになると思うんですよ。
で、その時に285を入れたりね、っていうちょっと将来性のちょっとビジョンを兼ね備えたというか、そういう意味合いでもちょっと 10J が欲しかったんで、今回はね、10J 買ったっていうのもあります。はい。っていう感じでちょっとね、ホイールのね、お披露目動画なんですけど、はい。こんな感じで以上です。はい。